はい、こんにちは、松杉です。今日はちょっとお話ししたいことがあって、ふと思いつき公園に来て収録しています。その精神科の薬は怖いなんていう言葉を耳にすることがありますが、精神科の薬といっても様々なものが含まれます。まあ、専門用語では向精神薬と呼ばれます。何があるでしょうか。睡眠薬、抗不安薬、抗うつ薬、気分安定薬、向精神病薬、中枢神経刺激薬、抗認知症薬など、それら全てが怖いと考えるべきではありません。その人にとって何が必要で何が本当は必要じゃないのか、その薬の種類や量について考えるべきなんです。そう、怖いのは無駄な薬、過剰な薬、精神科の薬は怖いという一くるめは間違いです。怖いとされる一つの理由が依存性です。始めたらやめられなくなるのではないかという話。依存性が生じやすいのはベンゾジアゼピンと呼ばれる類の薬。これは睡眠薬や抗不安薬のほとんどを表します。睡眠薬や抗不安薬をいくつも飲んでる人は、その依存性には気をつけるべき怖い薬と言えるかもしれません。ベンゾジアゼピンは無駄に始め、無駄に続け、無駄に増やすとやめられなくなる。これは気をつけるべきです。うつ病や不安障害の人にとっての抗うつ薬、統合失調症にとっての抗精神病薬、双極性障害の人にとっての気分安定薬、これらは依存性があるものではありません。うつ病、不安障害、双極性障害、統合失調症の人の薬、やめられなくなる薬というよりは薬を続けるべき病気なんです。薬をやめたら悪化した、精神科の薬は怖いと考えるのではなく、そもそもやめたら病気が悪化する、続けるべき薬だったんだなと思うべきこと、薬による離脱症状と病気の増悪や再発は分けて考えましょう。ベンゾジアゼピンの類、そういったやめられなくなる薬は気をつけましょう。そして薬を続けるべき病気なのであれば、薬をやめないように気をつけましょう。そんな精神科のお薬、怖いのか、そんなお話をいたしました。ご清聴ありがとうございました。精神診療プラチナマニュール、精神科の臨床を具体的かつ分かりやすく解説しました。精神科医はもちろん、内科医、看護師、心理師、コメディカルなど、あとは研修医や医学生もね、ぜひご活用ください、ね、こんなね、普通の公園でお話ししてました。